腹管をぶちのめして上に行くための道が開かれた感じだったよな。なんかこのレッドとさブルーでかくなってめっちゃ違和感あるんだけど、まああと1レベル上がればバツもレベル上がるはずだから、あれちょっと待って、なんで開かないんだ。鍵かかってるようだ。あれこれ一方通行ってことだな。俺前さあれだよね、ここの階段降りてさ下の鍵開けたよね。一方通行路になってんのか。いやーめんどくせえな、わざわざこっち側から行って副官の部屋通ってそっからでしょだよね。ここのタオがさあれなのかな、王宮につながってんのかな。王宮につながってた、よかった。誰もいねえな王宮。あーそれでも宝とかも全部かっぱらって行きなさいよっちゅうことか。もう遠慮なく開けよう。寝袋のマント、寝袋のマント推しだもんなこのゲーム。こっちもこれ5個とも寝袋のマントだったらさすがにあれだけど、よかったよかった。違うアイテム入ってた。セイロガン2戦目が電子チコを電子チコ。今となってはな、もうちょっとなんか別のアイテム欲しいよな。ラサの水とかもいいんだけど、まあラサの水よりもオイランの嘆きっていうアイテムの方が欲しいかもしんない。あれ使えばさ敵ザラキみたいな効果で倒せるっぽいから、あると重宝するんだけどな。マンダラケの実。右下にある階段とかってあれどうやって行くんだ。これ上通ってから行くのかな。なんか隠し通路があるとかどうこう言ってたじゃん。ここ何どういう構造になってんの。これ浮いてるじゃん。ここの部分だけ浮いてるよね。で反対側も多分同じようにあるでしょう。あるよね階段入って浮いてる、浮いてるか。え2戦目が、2戦目がいいな。お金どんどん増えてくね。今なんぼよお金。7万4千か。お店で買うのもありか。お店でさ、なんだっけ、オイラの嘆き、オイラの嘆きって売ってないか。一決の札だったら売ってんのかな。でこっち側にも行きたいから、そこ行くためにはここはあれだよね、そういや門番いて入れなかったよね。あーもうここも開くんだ。んでこっち側の外側の方の上にも階段なかったっけ。あったよね。うーんあるある。ここ経由して行くのか。なんか敵出てきそうではないか。なんで原玉、原玉あんなところで営業してんのか。あーでこっから下行って宝箱の回収ができるといいね。今回はほとんど戦闘ないんじゃないかな。この世界のさ住人とかが滅んでるから、パンツァーアーマーも今装備してるぜ。でここが、ここはあれだよね、封鎖されてたよね。ここ封鎖されてたけど今もう開いてんのか。反対側もじゃあ開いてんじゃないの。あー開いてる開いてる。ほい不死身の鎧2個目だよ。副官も確か落としてくれたよね前回最後に戦ったゴロゴそっくりの見た目のやつ。あいつも落としてたんだけれども2個目だな。2個目を手に入れた。で原玉のご主人、原玉の店員とは、あ、待て、原玉の店員とは世を忍ぶ仮の姿、その実態は王宮の動向を探り原玉本部に連絡する諜報部員。そうなの。今一歩のとこで王様逃げちゃったけど、きっとハーレムにでも潜り込んだんでしょ。あ、いいな、羨ましいな。俺もハーレムに潜り込みたいわ。これで王宮も終わりっすよ。得意げだね。所詮王宮なんて世界の外れに咲いたアダバナに過ぎなかったんすよ。アダバナってなんだこれ。いつかは滅びる運命だったわけだ。ほう。いやいや、もうそれは分かったんだけど、お前ここでお店やってるっていうことは、王宮としか出ないのか。ここでお店やってるんだったらよ、なんか、スタンプ押してくれてもいいんじゃないの。何も押してくんないのか。そうや、49号店あったじゃん。あの、セーブしたところ最後に。あそこもさ、原玉なんもなかったよね。スタンプとかってどうなってんだ。いや前にさ、その俺動画であれやったじゃん、そのなんか43店舗目スルーしたみたいなこと言ってて、なんか43店舗目のスタンプ押してもらえてなかったんだけど、あれってさ、そのなんか駐車禁止みたいなマークついてるじゃん、一度行ったことのある原玉って。でもあの駐車禁止のマークってさ、
待て、これなんもないのか。駐車禁止のマークってあれスタンプ押したっていう証じゃないよね。その腹玉に一度でも足を踏み入れたことがあれば、あの駐車禁止のマークがつくっていう仕様で、別にスタンプを押してもらったからってあのマークがつくってわけでもないもんな。で、待て、これも完全に俺行き場を失ってしまったぞ。もうだって全部探し回ったよね。ここの左上があそこに繋がってるっていうことだから、待て、この世界でもうまだやり残したことあるってことなのか。この辺に隠し通路とかそういうのもないか。ないな。これ反対側に出て一周しちゃうよね。ん？どういうことだ。やべ、こんなところで迷子になる予定はなかったんだけれども、迷子になっちまったな。あー、てか王宮こっちから入ることはできるんだけどさ、あ、違う、行き場まだあるわ。この青い塔が2つあるからまだ全然積んでねえわ。こっから出ることはできなくなってんだね。完全に下の方は封鎖されてるから、横の青い塔のどっちかから行きなさいみたいな感じか。それぞれの塔はどうなってんだ。まあ左から入ろうか。一体どこに行き着くのかなと思ったら、ミノタウロスが出てきた。はっきり言ってザコなんだ。これだってミノタウロスの強化版じゃないの。だって体青いよ。どうしたの、病気。アホミノタウロスそのまんまだね。強いのかな。はっきり言ってザコですが、あんまり当てになんねんだよな、マジで。301、もうレッドに301与えるってことはさ、別に弱くはないんだよな。無謀だったかもしれませんね。はっきり言ってザコですって言っておきながら無謀だったかもしれませんねって言ってぶん殴るのってどういうあれなんだよ。毒攻撃してみる。ブルーでも175食らうもんな、今のこのご時世。HP4000、5000ぐらいあんのかな。まあチャクラでとりあえず攻めて、この毒のさ200っていうダメージ、これは何、敵の最大 HP に応じて毒のダメージが入ってるっていうことなのか。最大 HP の何パーセントぐらいが200なんだこいつの。クリコゲン使ってちょっと回復させのチャクラ。あ、ちょっと待って、レッドとブルー、今気づいた。レッドとブルーの見た目がさ、バツと完全に同じ見た目してなってんじゃん。あー、成長して大きさが変わったからこの見た目になったってことか。いや、感慨深いものだな。やっぱもう一段階進化したんだ。これで完全に成長しきったってことか。でも待て、ってなるとさ、バツ今このマップ、このマップっていうかこの画面でさ、その大人の姿じゃん。バツとレッドとブルーが全員今同じ見た目になってるでしょ、この画面で。でもフィールドマップ上ではバツの姿がその1個小さいよね。レッドやブルーよりも一段階小さい状態だよね。これ何、また、あ、左が罠ってことか。逃げられないよな。あ、逃げられない。ダメだ。んで、もう一回戦えばいいか。そんな強くないしな。まあ、クリコーゲン使って、ガラ使って、まあ、それでやってるけれども、やっぱ大人にもうなんないのかな、罰は。だってこれ以上レベル上がっても、罰のさ、この戦闘中の見た目は変わんないでしょ。戦闘中の見た目は変わんないけど、フィールド上の見た目変わるみたいな、そういう感じになっちゃうのかな。どういう風になるのか分かんないんだけれども、罰はどうなんだろうね。いや、成長すんのかな。一人だけさ、体も大きくなって、この戦闘中のマップ、戦闘中のマップってなんだ、戦闘中のこの画面でも、その何、アバターじゃないか、顔のアイコンの部分がさ変わるんかな。そこ気になるところだよね。もう1レベル上がれば多分見た目変わるから、こいつ倒して500だっけ、さっき経験値入ったな。その500の経験値でレベルが上がればいいんだけれども、まあ、上がるかどうかは分からんよね。でこれさ、その右側にもタオあるけど、右側は罠じゃないよな、さすがに。右側も罠だったらマジで行き詰まるからな。あ、待て、
なんかさ、不死身の鎧をどっかで使うみたいなこと言ってた人いなかったっけ。その不死身の鎧を使えばどうにかなるのか。何かのタイミングで不死身の鎧を使うってあったよね。まあ、そんなヒントをくれてた人がいたような気がしたけど関係なかったわ。右も罠だったらどうしようと思ったけど、ハーレム、高級ハーレムいいな。これ貯金箱の塔と床の感じ同じだけど、なんかお金あったよく気づいたな。1メガルピー、100メガルピー、いいね。無限にお金を手に入れられる。空っぽだ。そう、俺これをね、貯金箱の塔でこれ やってちょっとウハウハだったんだよ。あのなんか映像撮るの失敗したパートあったじゃん。パート32とかだったかな、魚沼雨水のサムネになってたパートがあったと思うんだけど、そこでもうこういうことをやってたんだよ。それでうわ、ここに住みてえのみたいなこと言ってたんだよ。毎日床ひっくり返してお金集めてえなみたいなこと言ってたんだよな。でしかもこれタオに一回入るじゃん。タオ一回入ってもう一回入ると床がちゃんとリセットされてるんだよ。ほらほら綺麗になってるでしょ。だからもう無限にお金を貯めることができる、まあ、自給自足ができるみたいなさ、そういう感じよな。上に誰かいんのかな。誰もいねえし、ちょっと待って、なんで誰もいねえんだよ。何したらいいんだ。え、もうお金が手に入るってだけ。1000メガ。あ、待てよく見たらここにあれだ、矢印ついてるわ。中入ってなんかある。はぁ、ハーレムだ。あー、なんか FF5 のさ、なんだっけ、オリンポスの12神だっけ、伝説の武具があるマップを今これ思い出したんだけど、なんかそんな感じのマップに似てるよね。それぞれの方角みたいのに一個ずつ強い武器が隠されてるみたいな感じだったっしょ、FF5。 俺の記憶が合ってればだけど、間違ってその気もする。あれ FF4 だったっけ、あのオリンポスの十二神になぞらえてさ、武器があったのって。アルテミスの弓とかさ。この部屋への封印が壊された今、略奪者の群れが押しかけ宝を奪っていくのも時間の問題ですが、王を見つけなければここから先へは進めません。宝に囲まれたまま一生この国で過ごさなければならないのです。王を見つけなければここから先へは進めない。王を探せばいいのか。このなんか女子高生みたいな格好してるやつのどこかに王様が紛れ込んでるみたいな感じなんじゃないの。この JK 見た目可愛いよね。普通の JK だよね。知りません、私は何も知りません、本当に何も知らないんです、絶対何も知らないんですからね。絶対こいつなんか知ってるだろう。空っぽ。1メガ。しけた部屋だな、ここな。全然お金ないじゃねえか。これ一応全員に話しかけないとダメなんだろうな。なんかこういう、あるよね。こういう夜のお店あるよね。こうやってさ、それぞれ部屋があってさ、分かれてるみたいなさ。おむすび食べたい、お茶漬け食べたい、アジの干物、おしんこ、やっこ、だー、お宝は食えない。何言ってんのこいつ。はあ、はあ、ぜ、10時号よ。何を言ってんのこいつ。11号って何の話だ。ドラゴンボールか。もう内緒にしなくてもいいかな。愛人15、実は男の子を、ひゃはは、あー、疲れた。男の子って多分そういうことなんだろうな。男の娘とか言って男の子なんだろうな。愛人のあれだったのか、王様の愛人の番号だったのね、11号ってことは。上のやつは12号かな。あー、じゃあ12、11、10ってこれどんどん数字が若い順になってってんのか。持ってけセーラー服的なこと言ってる。そう、こいつ持ってって、どんどん持ってって、ヒャハハ、これ持ってけ、竜使い、なんなら私は持ってくか。9号台、1号とか0っていいのかな。0だとなんか完璧プラスみたいな感じでしょ。はい、私が愛人8号でございます。おお、誰か召喚した。王様、もはやこれまでで素直になりましょう。ごめん、悪かった、謝れ。ミミズもカエルもみんなごめん。その下から出られますから許してください。その下からどういうことだ、ちょっとよくわかんないんだけど。全員に話しかけてから王様にもう一回話しかけるか。だるまさんが転んだ、ボンさんが屁を越えた、隣では鳥が鳴く、隣はあっちなら、ここはなら、誰か、誰かじゃなくて誰か、誰か、カラスの私有を知らん、カラスの私有を知らん、不平、どういうことだ。誰かカラスの自由を知らん、いや、どっちにしても濁点つけても意味不明だわ。何を言ってるんだこいつは。お前は、愛人はみんな同じ顔してるように見えますが、実は同じ顔なのです。どういうことだよこれ。何、クローン的な感じなの。キャホホーイ、愛人6号でした。愛人12号だけ自分が12号っていうこと言わなかったよね。命短し恋性を乙女、そんな感じが。あ、シシカバブ様、あなたシシカバブ様、私を助けに来てくださったんですね。誰と勘違いしてんね。これドラクエ3のポカママズさん思い出したぞ今。これ関係ないな。
んーで、5号かこいつ。王様のごひいきは愛人8号でした。ちなみに私は2号です。ああ2号、悲しい影を背負った響きよね。そうか、愛人8号でした。ここでヒントを教えてもらえるっていうことだったんだな。でも順番的にこいつ2号で、何上345っていう順番なの。おっかないよ、知らない人たちがいじめくるよ、誰、私に話しかけるのは誰。こいつも名乗ってくんないな。お前は、何がハーレムだよ、順番に番号なんかつけて。3号だってさ、冗談じゃないよ。ったく、上が3、こいつ1、緊急の倍合、倍合って何これ、場合だろ。アルファ、ベータ、ガンマの3つに分離合体が可能ですの。私が愛人1号なのです。キャホホーイ。なんかそういうなんかやばいクローン的な実験してるっていうことなのかな。なんかおかしいよね、こいつらの発言。さっきから聞いてる限りさ、見た目も完全に同じ、なんつかそっくりってか答え、同じ答えだしよ。これまで素直になりましょう。話しかけたらどうなの、何もない、言い間違えた。ごめん、悪かった、謝る。耳つを変えるもん、みんなごめん。その下から出られますから許してください。ここ?その下ってどの下だ?ここ違うのか?よく見ると床に鍵穴がある。おお、よく気づけたな。んで、何?よく見ると床に鍵穴。床に鍵穴、俺鍵持ってたっけ?鍵は持ってないぞ。鍵穴見つけれたんだけどさ、その肝心の鍵がないんだけど、待って、あの人に鍵をもらえるのかな。上にいたおっちゃんいるじゃん、こいつ鍵くれたりしない。封印が壊された今、略奪者の群れが押しかけ宝を奪っていくのも時間の問題ですが、王を見つけなければここから先へは進めません。宝に囲まれたまま一生この国で過ごさなければならないんです。いやちょっと待って、鍵どうにかしてくんないか。今の私は総理の妻、これ以上隠し事はできません。どうぞこれを。あ、内緒の鍵を手に入れた。こいつよかったら、なんか今回すげえ冴えてるわ。いつもだったらここで絶対10分ぐらい下ってると思ってたんだけど。あー、こいつらのセリフは変わんないな。一応話しかけるか。あー、変わんねえ変わんねえ。もう鍵手に入れたからとっとと行こうぜ。で、ここで使うのかな。ここで秘密の鍵を使えば、秘密の鍵じゃなかったら内緒の鍵。じゃあなんで何も起きないんだ。悪かった、謝る。もう一回。待て待て、なんかさっきあったでしょ。なに、このマップ、このマップてか今のこの位置で左上の部分を調べてんのかな。左上を調べないとダメってことだったのか。難しいゲームだよねこれね。なんでそこがどういう風に連動してんだよこれ。まあ、右の方が開いて、おー、原玉、47号店どういうつながりだよ。お客さんだ、すんげえ。入り口を封印された時にはどうなることかと思っちゃいました。お食事するか。とろそばっていいね。マグロか。力がみなぎった。この味ホッとするな。いや、お客さん初めてですね。スタンプしますね。いや、そこのタオルで出入りはできるんですけどね。そこから出るなら悔いのないようでしっかりと宝を漁っといた方がいいっすよ。もう戻ってこれないってことか。おい、見逃してるもんね。46号店ってどこだ。原玉の46号店を見逃してるんだよ。これ入って大丈夫、戻れる。ガネーシャの神殿に着いちゃう。いやー、ってことは俺どっか見逃してるんだな。俺どこで見逃した。ちょっと待って、もう一回セリフ今あんま見てなかった。急げおじさん、なんかアメリカがどうこう言ってたけどセリフをちゃんと見ていない。左上に宝あって、右に原玉あるよね。タマサの鎧、インドアンコの玉。タマサの鎧ってなんだ。間違えた。すげえ動揺してる。原玉を見つけられなかったことに対してめっちゃ動揺してる。今何手に入れた。しかも原玉のコテってこういう見た目なんだ。あんまり見た目見てなかったからな。法輪の盾がこれで、今なんだっけ、タマサの鎧、これ強いの。490の760がどうなる。これね、いいね。多少はおじさんがまともな防御力になってきたんじゃないか。いや、でもこれ次の世界に行く前に原玉の見逃してるもう一店舗がどこにあるかをしっかり探しておきたいよね。ここいねえし、原玉のご主人何やってんの。サボり誰もいねえし。ちょっと待て、見えないけど実はここにいるとか。
書き置きがある。ただいま休憩中。カウンターの上にスタンプを見つけた。あ、押しちゃえ、ウレア。あ、もしかしてさ、誰もいなかったお店あったじゃん。そこもさ、そういうことだったんじゃないのか。ここ、何号店？何号店か分かんないし。いやでも書き置きがあるかもしんないから、前にさ、いやこのパートの一番最初にそのセーブしてたタオあるじゃん。あそこの腹玉もバンダイの上調べたらなんかあるかもしんない。ちょっと戻ってしっかりその辺やった方がいいわ。こいつのちょっとスナップ確認させて。だよね。あと1店舗。あ、水猫の杖、あ、これもらえるの？ もらって、とりあえず景品だけいただいた。景品もらえるルールってどういうルールだったか覚えてないんだけど、全部押さなくても景品ってもらえるんだ。でちょい戻ってっていなくなってるし、誰もいねえよ。んで一回こっち入って、これまた戻るのめんどくせえな。いやでもそんなに長くないか。ここのタオ入ったらすぐか。ここのタオ入って、あーでここに飛ばされて、でここの、そうだよね、ここの右下がさ一方通行みたいになってるタオだよね。そう、ここを一回こっち側から開けちゃったらもう また中入ることができないみたいな、こっち側からはこう行くことができれやできないみたいなさ、そういう感じのタオでしょあそこは。でここもちゃんと調べれば多分あるんじゃないかな。俺の調べ方が甘かったせいで。ほら、無人の簡単にスタンプを見つけた。てへえ、押しちゃえ。あっぶねえ。よかった。じゃあもうこれでこの世界でやり残したことは何もないのか。なんか終わりが近づいてるからなのかさ、腹玉もすごい適当になってるよね。なんだろうな、容量の都合とかで腹玉のイベントみたいのをカットしたのかな。まあでもスーファミだったら普通にそういうのありえるからな。初代のドラクエ1、2のさ、ドラクエ1の方もさ、あれだよね、カタカナのリとひらがなのリ同じにしたりとかいろいろやってるじゃん。その容量の都合で無理やりカットしましたみたいな部分がさ多々あったりするでしょ。まあ聖剣伝説3とかの火山島物価ものイベントもそうだよね。あそこも本当だったらボス戦あってもおかしくないのに、まあ多分容量の都合上でボス戦が何もなくブースカブーが出てくるだけみたいなさ、そういうイベントになってたじゃん。んで、この中入って神殿に戻ればいいのか。神殿も神殿でお布施を納めるおじさんが多分いるんだろうな。メガルピーになってから初めてのお布施タイムなんじゃない？あ、こいつなんだ見た目。アムリタは間もなく世界の頂上にたどり着く、心して行けおじさん。励ましてくれてる。なに、お布施いいの？ここ誰もいねえし、スタンプ押したかおじさんとかもいないじゃん。あ、誰もいねえ。いいのかな？もうこれでもう振り返らずに、振り返れないぜ。少したくましくなられたような気がしますが、気のせいですかね。1400なってるもんね。あ、顔は相変わらず泣いてるんだけど。で、このなんか泣き顔とかもさ、あれだよね、宿屋に泊まると変わるみたいなのを何かで見た気がする。ここはサティア廊下。なんだサティア廊下って。お前が通過してきた世界の様々な記憶がそれぞれの腹玉に残されている。カウンターには各支部長、そして記憶のカウンターでは何があるかは言ってみればわかることだ。ん？どういうこと？各支部長？各支部長なのか、各支部長なのか、どっちだこれは。支部長がそれぞれの支部長って意味なのか、部長が隠れてるっていう意味なのか、どっちなんだろうな。んで、記憶のカウンターでは何があるかは言ってみれば分かることだ。あー、普通に注文できるんだ。なだれそば。荒々しい名前だな。竜巻うどん、大噴火そば、おむすび肉。おむすび肉って何の肉使ってんだよ。シンプルすぎるだろ、これ。あ、でも大噴火そばって前にもあったよね。体に力がみなぎった。青みのタオルス。あー、結構いいお金になるね。でもまだ売んなくていいか。お金もある程度あるから49号店。あ、そっか、今ここか。で、ここでまだスタンプ押されてないからあれなのか。押し欲しいな。初めてですね、スタンプ押しますね。また寄ってくださいね、きっとですよ。で、これでスタンプ押されてるってことは、いやでもおかしくね。
俺前にさ43号店スタンプ初めてですねスタンプ押しますねって言ってた時にさ、この駐車禁止じゃねえか、駐車禁止のマークか、駐車禁止のマーク押されてたような気したんだけどさ、なんだったんだ今だってね、スタンプ押されてなかったよね、この49号店、このスタンプ帳を見た時にさ。でスタンプ押してから初めて駐車禁止のマークついてたから、なんだったんだ、なんだあれ。ちゃんと編集中にも見返したけど、43号店初めてですねって言われてた時点でもうすでに押されてたんだよな、スタンプ。マジで あれが何だったのか未だによくわかんねえ。バグなのか何なのかわかんねえけどさ、そういう出来事があったよね、すっから地方。これ敵出てこねえのかな。あ、またここになんかある。私は流煙の管理にある世界で支店長の職に就いていた。お前が世界を離れて後のことだ。ある日を境に突然上との行き来ができなくなった。私らの世界だけが他から切り離されて闇の中を漂い出したのだ。この世界がこんな風になってしまった理由を教えてくれてんのかな。長老はこのことを予感していたらしいが、ついに何も語らず世界は本体より遠く離れ今も漂流している。あらしい、ご注文どうぞ。おむすび梅安いな。あ、でも牛丼食べたい。体の力がみなぎった。これはね、腹たまラッシュが続くのか、ここの世界は。第7世界55点だもんな。これはうまい。まあそれは牛丼はうまいよ。初めてですねスタンプ押しますね、また寄ってください、きっとですよ。いや多分もう寄ることはないんだろうけど。あーぽいな、なんか景品ありませんになってるし。でこの世界腹玉ラッシュが続くっぽいな。敵出てこないのかな完全に。私はブバル廊下で支店長の職についていた。お前が世界を離れて後のことだ。第三世界か、ブバル廊下って。第二世界の名前なんだったか覚えてないんだけど、さっきも表示されてたと思うんだけどね。ある日を境に卵が帰らなくなった。そして病院が一気に100年の時が過ぎたかのように荒れ果てた。それから先はあっという間だった。世界のすべてが砂漠となり、すべては砂の中にうずもれたのだ。世界を終わったことか。そうすんで、さっきからなんかその組み合わせがわけわかんないよね。51号店、やっぱそうだ、腹たまラッシュだこれは。あー幸せ。いや、お客さん初めてですねスタンプをしますね、また寄ってくださいね、きっとですよ。はあ、ていうか今あれか、罰成長してないよな、レベル上がってないから。この光景だとよ、なんか罰が小さくてすげえ違和感感じるわ。背の順に並んでるみたいなさ感じだよね。私は火の使いスバル廊下で支店長の職についていた。お前が世界を離れて後のことだ。時計仕掛けの機械のように正確に大地流が一斉に火を吹いて、大地の流が一斉に火を吹いて、天を焦がし身をくねらせて地を裂いた。ひとたまりもなかった。世界は燃え尽き一挙に灰になった。なすすべもないとはこのことだ。あー値段上がってきてんな、カレーライス。これはうまいでスタンプをして押されてるよね。50、51、52も押されてる。なんか今回のこの第7世界めっちゃサクサク進むな。でまた同じような感じで腹玉あるんでしょ。やっぱあるね。私は水の世界マハル廊下で、もうね俺の記憶の中にあんのってマハル廊下あたりなんだよな。パート1からパート27、8ぐらいの記憶ってほぼないからな今。支店長の職についていた。お前が世界を離れて後のことだ。逆まく水が怪物とともに本流となって世界中に押し寄せた。何者もそれに耐えることはできなかった。大洪水の地バルシャナの村から雨の水門までは海中に没し、神殿だけが水面に顔を覗かせている。徳森懐かしいな、徳森って目にあったな、そういえば。で53号店も今スタンプをしてもらうよね。この味ホッとするな、初めてですねスタンプをしますね、ま、ちゃんと53号店押されてる。いや楽勝じゃないか、今までで一番早いわ。 RTA やってるみたいだよね。
RTA とはまた違うんだろうけどさ。で今度は風の世界ジャナ廊下で支店長の職に就いていた。お前が世界を離れて後のことだ。世界は怪物どもの凄まじい攻撃を受けた。砦の兵たちは前線したが、いかんせん数に差がありすぎた。あれだよね、闇落ちしたホイミスライムとかがいた世界だよね。ニシアダの砦からの連絡が途絶え、バーユの砦からの連絡が途絶え、そして世界は崩壊した。そうだ、ここそういう名前のゲテモノ系の名前が多かったな。あとミチンコそば、外した。でスタンプ押してもらって一個一個確認。54号店もされてる。あと2店舗。いやまさか第7世界こんなサクサク進むとは思ってなかったから、これどうなっちゃうんだろうな。今回のパートでこの第7世界クリアできるよね。タボ廊下、王宮タボ廊下、ついさっきまでいたところだ。支店長の職についていた。私が話すべきことはあまりない。竜使いによって王宮はその短い歴史の幕を閉じた。だが竜使いたちもまた共に消える運命にあったのだ。大崩壊は王も総理も竜騎士も竜使いも、そして竜も皆等しく闇の中に飲み込んだ。はあ、それにアムリタがこの全ての世界が滅びたことに対してアムリタが関わってるってことなのかな。アムリタが原因で引き起こしてるってことなの。いまいち世界観がようわからんのだけれども。おパタリシールド、バジリアクス。バジリアクスって前も持ってたよね。パタリシールドにしようか。あれなのかな、黒いところ、黒い数字のところだけスタンプをしてもらえれば景品出るっていうシステムなのか。パタリシールドももらって、今までもらったことないよね。パタリシールドって強いのかな。パタリの効果がかかるシールドってこと？上がるのかな？あんま強そうな感じしないな。ちょっと下がるな。法輪の盾の方が強えわ。あ、でもアジリティ違う？いや、アジリティも法輪の盾の方があるわ。んーで、もうここは何も用ないよね。55号店もちゃんと今スナップをしてもらったから。で、次最後だ。神殿に繋がるんじゃないか。どっかの神殿に繋がるような気がするんだけど、そうでもなかった。全ての原田もよーく回ったか。よーく回ったよ。え？よーく回ったぞ。いや、スタンプ押してほしいんだけど、作動しません。変ですね。俺なんか足りなかった。何した？俺どっか話聞かなかったところあったか？みんなからスタンプ、誰かいる。親父、記憶の空白とは嫌なものだな。覚えがないのに持ち物が増えていたりする。私はどうやってそれを手に入れたのだ。怖いよこれ。そして何より、なぜその記憶が私にはないのか。そんなことの度重なる気持ちがわかるか。いや、心当たりはある。心当たりはあるが認めたくはない。すまんな親父、愚痴になってしまったようだ。これ見えてないの、おじさんの姿。さて行くとしよう。先に進むしかあるまい。私にはもう戻るべき場所がないのだから。誰だよ今の。ないもんな。55号店でもう押されてるしな。これでまた戻ればちゃんとスタンプ押してくれんのかな。今の人アムリタとも違うよね。誰だなんだ今の人。いやいや、回ったんと思うんだけど。いやいや、ちょっと待ってくれ。何したらいいんだよ。また戻らせんのか。入るじゃん。話しかけても意味ないもんな。これどんどん戻っていけってことか。今度逆に遡っていけばまたいる。あ、またいるね。でまた暗くなるね。親父、竜を抑えきれぬ竜使いとはなんだ。私はいや、何も言うまい。全ては自分で決めたことだ。しかし世界の崩壊と自分の竜とに何らかの関係があるとしたら、親父、私はどうすればいいのだ。誰だよこいつ。アムリタの前世の姿とかなのかな。何なのかまるで分かんねえ。またここにもいるし。親父、私は間違っているんだろうか。この竜の存在を闇に葬ろうとしたギルドの方が、あるいは正しかったのか。この竜の存在を闇に、ラスボス的なやつなのか、この竜っていうのは。
それを闇に葬ろうとした。どういうことだ。いや、闇に葬ろうとしたのはギルドなのか。時折私は自分の竜に邪悪なものを感じてしまうのだ。存在してはいけない竜なのではないか。まあ、なんかこいつの持ってる竜がラスボス臭いよね。今のうちにこの竜を殺すべきなのか。何度そう思ったことが、しかしできなかった。で、こいつの持ってた竜が、竜とこのおじさんが、このおじさんっていうか、この親父、今話してる私がどうこうとかって言ってるおっちゃん犬じゃん、原玉のご主人と話してるやつ、そいつと、そいつの今持ってるっていうか飼ってるペットの竜が転生してアムリタとあの黒い竜になったのかな。どんな竜であれ、竜使いが自分の育てた竜を殺すなどできるわけがない。私は間違っているんだろうか。で、どんどん遡っていく。で、入るじゃん。またいるよね。いるね。おやじ、世間ではヘルメットを燃やし、ワクチンを捨てたのは私だということになっている。第二世界の話かな、ワクチン捨てたって。それは皆ギルドのしたことだ。その罪を私になすりつけたこと、それも許せないが、それよりも。ギルドはいずれこうした竜が生まれることを知っていながら、その事実を葬ろうとした。私にはそれが許せない。しかもギルドが差し向けた追っては、私が心を許したおじさん。私はギルドのやり方を許さない。え、どういうこと？私が心を許したおじさん、俺のことだよね。え、なんか俺恨まれてんのか？この謎の親父に、おじさんが恨まれてんのか？親父、こんな竜を見たことがあるか？私の竜だ。なぜこんな竜が？生まれたこいつを見て私は恐怖した。だがそれにもかかわらず、私は生まれたばかりのこいつを抱いて病院を飛び出していた。なぜかはわからん。その答えを見つけるためにも、私は旅を続けようと思う。その答えの見つかるところまで。もうこれ、次最後なんじゃないの？おやじ、原玉へも私の手配書が回っているんだろうな。だが私は行かねばならない。気づかねば幸せだった。自分の心に芽生えた小さな疑惑、その真偽を確かめることは竜使いとして果たさねばならぬ義務だ。旅立つにあたり、ただ一つの心残りは、おじさんに何も告げずに竜炎を去らなければならなかったことだ。あいつは元気にしてるだろうか。え？おじさんの親父？おじさんの親父の可能性があるのか？あ、いない。いないぞ。あ、戻れないし。え、敵出んの？まさかの敵が出るっていうね。逃げられない。あ、もうせっかくだからあれ使おうぜ。なんだっけ、名前忘れた。インドアンコの弾使ってみるか。え、あ、違う、インドアンコじゃねえや。オイラの鳴きを使ってみるか。これ敵を即死させられるのかな。あー、でもチャクラ多分整理に効かないよな。ここでうろたえてはいけません。まあ、ある程度こっちも強くなってるからな。多少はダメージ通るでしょ。こいつには1しか入んないけれども。おっ、やっべ、え、これ確定ざらき？確実にワンパンできんのかな。なんかよくわかんねえけれども、とりあえずワンパンできたわ。ラサミズ使っとくか。ラサミズ使って敵が出てくるかもしんないからね。まあ、これで安全な旅をしながら次の目的地に進んでいくか。時間も微妙だからな。今回のパートもしかしたら結構長くなってるかもしんない。あるいは2パート取るかもしんない。いや、2パート取る予定なかったんだけどさ、場合によっては2パートにせざるを得ないか。いや、まあ1パートでもいいか。思いっきり短縮してよ、1パートにしてるかもしんないわ。で、次あたりかな。こ
こ何店舗。あー、ミジンコそばだから食べたよね。今の店ではスタンプをしてもらえてるから、ここが最後か。いや、ここも来てるわ。じゃ次が最後か。ラサの水の効果はまだ持ってんのかな。はい、本部長アルジンバ。アルジンバじゃなくてアルジンバ。おじさん待っていたぞ、アムリタの伝言がある。うわ、何また重々しい雰囲気になってんじゃん。あなたまがこうした機能を用意しておいてくれたことに感謝する。私は行かなければならない。この先はリューノスと呼ばれる未知の世界。そこで全ての決着がつくだろう。王も追わぬもおじさんの自由だ。行くしかねえだろ。行くよ。分かってるだろうが、行けば二度と戻れぬぞ。あの女もついに戻っては来なかった。それでもやはり行くのか。行くよ。よろしい、行きなさい。すまる、うっかりしちゃった。うん、スタンプね。気をつけてな、おじさん。あ、もうこれしか言ってくんないんだ。なんか食べたりとかスタンプ帳確認とかはできないんだね。え第8世界。あ、ここで回復できる場所だ。うひょひょうどん。やべえな、この名前。あー、もう最後だ、57号店。いや、もう終わり近づいてるんだもんな。なんか感慨深いね。で、スタンプをしてもらって、こいつはパンツアーマー、ホールの盾、幸せのポックリ、氷室のマント、インドアンコの玉、貝歯で、ドア、カマムシ。なんかいる？特にいらないよな。なんかさ、貝歯逮捕等的な呪文を罰が覚えるらしい。もうちょっとレベル上がれば、レベル53か4ぐらいで、まあ、ザオリクだね。ザオリクと同じ魔法を覚えてくれるらしいんだけど、どっかでレベル上げしなきゃいけないよね、竜の巣。ああ、意外と狭いな。っていうか、セーブできるポイント。ああ、敵出てきちゃうんだ。ああ、こいつらか。逃げられる。ああ、逃げられない。でもダメージ食らってねえな、全然。んーで、オイランな撃。多分、格殺だと思うんだよね。このままザラキ。おじさんの足が遅いから、それがちょっと気がかりだけど、格殺して1500の経験値。さあどうだ。バツレベルアップしたってことは見た目変わる。フィールドマップ上でバツ大きくなってる。変わってねえわ。じゃあバツはもう成長しないの。ああ、もうこれ以上成長しないんだよな。多分見た目変わってないもんな。んーで、よう、ラッサーの水使うか。ラッサーの水使って、竜の巣ってなんかクレーターみたいにできてるね。あー、なんかあるな。塔みたいのがあるけど。セーブポイントが欲しいな。どっかでパートを区切んなきゃいけないんだろうけど、どうしようかな。何気に今回ね、まだノーカットの可能性もあるからな。2パートに分けてるかもしんない。ボスなんじゃないのこれ。偶像に穴がありますよ。何かはめ込むんじゃないでしょうか。なんかアイテム見つけて、どうにかしなさいみたいな感じなのかな。あー、奥に宝箱あるもんな。ほい。青い宝石。これをはめ込むんじゃない。で、ラストの水使って、青い宝石を1個しか持ってないけど、これ使って大丈夫。青い宝石ははめ込まれてます。よかったのかな。赤い宝石、間違えた。お弁当を今使おうとしてた。で、ここで赤い宝石。あ、ダメなんだ今の。じゃ正しかったのかな。青い宝石は何も起きないか。こっち？ここで使ったらどうなる？あ、反応するね。左もなんか
あんのか。んーで、ラスターの水をそろそろ使って、緑の方好き。もうあと左と真ん中と右しかないじゃん。真ん中臭いかな、これは。さあ、どう？お、赤、青、緑で画面が光って、反応して地下。あー、いいね。ワープできて、そろそろセーブポイントくれねえか。腹玉があるだけ。ムフフそば。さっきから変な名前の注文しかないよな。で、スタンプ押してくれ。何を今確認しようとしたんだ。で、スタンプを確認して58号店。うん、これもしかして何セーブ、あ、違うか、これ。あー、そういう系か。いや、もういっそのことさ、もうここでなんかセーブとあれ同時にできるような仕様にしてほしかったんだけど、そんなうまい話はないか。ミノタウロスの迷宮。はっ、こういう風に何飛ばされる系のやつ。正しい、一歩でも正しい道それたら多分ダメなやつだわ。うわ、これくっそ時間かかるやつじゃん。いや、まあ一回もうあのパート区切るか。ちょっとセーブしてないけれども、あ、ダメか。うん、セーブしてないけれども、ちょっと今回はこの辺にして、画面つけっぱなしでもいいや。まあこれで今回は終えて、次回この迷宮の謎を解いていくっていうことにしようか。まあちょっと今回のパート長くなってしまったけれども、まあそれはそれで、ちょっと画面フリーズして、まあそれはそれでしょうがないよな。ってことでこの辺で終えて、まあ次も時間かかりそうだけどな、この探索は。っていうことでこの辺で終えよう。次回に続く。